どうもおちんです。さあ今日も三国無双8やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は馬超使っていきます。大好きなキャラクターなんだけども、武器を違うやつをつけて使ってました。今日は専用の武器を使って行ってみましょう。どうなるんでしょうかね。では行きましょう。実際本当ね、攻撃力がゴリゴリ高いやつで俺言ってたんで、それじゃなくってこいつの専用のね装備だとどうなるんだろうか、うん、攻撃速度としては速いよね。おお、あ、なるほど、1対1には長けてるね。じゃあ1対1としてはすごく強い。うん、もうちょっと、あ、なるほど、はい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 、トリガーの罰攻撃が飛び込んでって、おいおいおい、どんだけ上におるんよお前ちょっと待って、あ、罰攻撃強い。うん、トリガーの罰がむちゃくちゃ飛び込んでいっていい感じだね。ちょっと待って、降りてきた、あ、降りてきたね。で、打ち上げは1対1で戦うのにめちゃくちゃ向いてる。いいよ。で、お前も倒して終わりかな。あ、いいわ。うん、実際違うやつを装備して攻撃範囲がねすごく広いやつだったね。それが良かったんだけども、いや全然これ専用のこの槍強い、使い方次第だわ。うん、でやっぱ斬撃つけていくと鬼のような強さだね。うん、トリガーの罰がめちゃくちゃ強い、半端じゃない。うん、で武将に当たった時も、まあ、これで周りを削りつつ打ち上げ攻撃で1対1で戦っていけば全然いい。マジで強いぞ。まあ、馬超がねあまり使えなかったことって今までなかったと思うんだよね。実際、ちょっと前の武装オロチか、武装オロチ3とか、もう馬超はもう無双状態だったもんね。とんでもない強さだったんで、やっぱ今回も強い驚くほど強いぞ。なんだこの強さ、いけ。やっぱ馬超、うん、専用装備の方が断然いいわ。この攻撃速度たまらんね。今までがね、やっぱ長飛のやつだったんでもっさりしてたんだけども、いや、もっさりよりもこのサクッといける素早い武器たまらない。むちゃくちゃ使いやすい。え、次どこ、あそこか、止めに行けってことね。余裕だぜ、こんなの。このスライディングえぐい、本当に何これやば。呂布もねだいぶ使いやすかったんだけど、いや馬超これすごいわ。もう今まで使ったキャラでやっぱ一番強いね。今回もエイトもね、馬超が最強なのか、さすがですな、とんでもねえな。活躍の場残しといてくださいよ。しゃ、味方の援軍、やば、強い。で、あ、まだいるまだいる、お前か。うん、攻撃力としては多分一発一発はねそんな高くないのよ。でも手数が多い、手数多いし攻撃範囲広いわね。間違いないキャラだ。よし、いくぞ。こっちもあとお前ら倒して、おお、わりいけー。必殺無影の戦車か。もうね、馬超の必殺はもうこれだよ、昔から。間違いない。どこだ、あっちか、いくぞ、行け。どうだ、
まあ全然減らしてはないけども大丈夫。いや味方の被害を抑えつつ迎撃せよ。もう押し込んでいくね。ここで足止めするのだ。じゃあはい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 、俺の闘志で攻撃力を上げて攻撃力いけばダボン機が打ち取った。いけい、もう何もさせないもんね。何もさせずにそのまんま押し切って倒す。楽勝。きつい。一つ出ろぞ。バチョ専用装備でいくとむちゃくちゃ強いこれ。はい、ということで今日はバチョ使っていきました。装備を元々の装備に変えていったらバカみたいに強かった。うん、これはすごく良かったね。おすすめできるキャラクターバチョ、これ間違いなく、うん、全キャラ中トップ5には入るんじゃない。それぐらい強いし使いやすかった。やってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。